はい、どうもこんにちは。今回は殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからいこうかなと思います。前回は、グリーン・メイスンの、本拠地に行って、まあ一応グリーン・メイスンの構成員とは対決したんだけど、まあ案の定さ、それあくまで構成員なだけで、まあ、ボスじゃなかったわけよ。で、まあ、その構成員からボスは誰なのかって聞いた結果、このクレイグ・ワジェットっていう めちゃくちゃ怪しい人。今までなんで気づかなかったっていうぐらいめちゃくちゃ怪しい人がボスだったっていう。で、今そこと、対決してるとこだね。クレイグが消えたのは手品でも何でもない。ただかけたのだ。恐ろしく素早く。クレイグ・ワジェット、おとなしくしろ。頑張れ。気丈にもそばにいた警官たちはクレイグを囲み、取り押さえようとする。めちゃくちゃ強いじゃん。警ら隊がクレイグを拘束するべく手をかけようとした瞬間、ナイフを腕が、ガレ、銀行がきらめき、警ら隊の面々は頸動脈を切り裂かれていた。難しいんだわ、漢字が。この程度ですか。血縁が周囲に飛び散り、クレイグは腕を振り血を払う。拍子抜けだと言わんばかりに嘲笑う。違うな。なんだこれ。るような声色だった。この。まずいぞ。血濡れ倒れ伏す警ら隊を嘲笑うグレイグに対し、シャーロットは打って出る。え、すげえ、戦ってんじゃん、お前。すげえ。おお、力は反射悪く神経ないいじゃん。ですが、あ、武器に注意を向けすぎですよ。そうなるわな。あれかな、ジャック・ザ・リッパーの本性出んのかな、これで。ジャックが本気出すのかな。シャーロットは腹を蹴り飛ばされ、路地に転がされた。上級医師の速さと手際を警戒し、包囲していたケイラ隊と黒服はクレイグから距離を取る。彼らは強行状態にこそ陥ってはいないものの、クレイグの圧倒的な力への対処を決めかねていた。それで、私をどうすると。クレイグは追撃をしなかった。まるで挑戦者を待つかのように、彼は悠然と佇んでいる。真実を明かされ、ケイラ隊とマフィアに包囲されてもなお、クレイグにとって今の状況は遊びでしかないのだ。朝、俺と変われ。お、来たね。だけど、ここでナイフを抜くのか。殺されるからね、みんな多分。奴の動きも追えねえ奴らに相手するのは無理だ。俺の出番だろ。そうだぞ。仕方ない。だが、殺すなよ。生かして捕らえる。大丈夫かな、今まで探偵ルートでさ、一応ここに来たからさ、なんか探偵ルートの選択肢を選ばないとさ、ゲームオーバーなんじゃないの。しゃあねえな。わかったよ。来た。僕が行く。朝。僕が行く。もっとさ、白人の僕が行くを聞かせてよ。何、僕が行くって。甘えてんじゃねえよ。ジャックに身を任せたアーサーがナイフを抜く。クレイグと対峙し、一息に距離を詰め切りかかる。お。ほうほう。少しはマシなものがいるようですね。クレイグめちゃくちゃ強いじゃん。何が慈善事業家なの。ほざくな。腕を振るうたびに銀色の光がきらめき、火花を散らす。こっちがきらめきだな。さっき何だったんだ。まあいいや。二人はナイフを数。もう読めないわ。打ち合い離れた。その戦いに他の者が介入する余地はなさそうだった。迂闊に割り込もうとしても巻き込まれるだけ、ということが明らかであったためだ。筋は悪くない。だが、はっ、強い。アーサ一瞬の隙をついてクレイグの蹴りがアーサーを弾き飛ばしていた。ジャックが負けた。蛮勇と無謀、その違いに気づけないとは。若さとは可能性であり、時に持ち主を殺す諸刃の剣です。クソ強いじゃん、クレイグ。今回は無謀と言うべきですね。数を揃えれば勝てるとでも思いましたか。何、アーサー特訓編が始まるの、これから。いくら集まろうが所詮は烏合の衆。この肉体の力、体に宿る技には及ばない。ジャック、チャラくせえ。やつ、なかなかやりやがる。それにあの動き。なんかでもここで初めてアーサーの顔見たな。これ初めての顔じゃない？アーサー。は、ローリーが放った銃弾はクレイグの仮面をかすめていた。
仮面が金属質な音を立てて弾かれ路地に転がった。いきなり撃ってくるとは、しつけのなってない小娘ですね。撃つの遅えよ。ナイフを投げるのはよくて銃はダメなのかい。わがままだな。これで絶対クレイグも銃持ってるって。仮面を弾かれたクレイグは邪魔だとばかりに肩掛けを外しローブを脱ぎ捨てた。そして両手を広げ強者の笑みを浮かべる。やれ、威厳を保つ衣装というのも困りものです。あれかな、ジャックがさ、なんかそれにしてもあの動きって言ったじゃん。これほら、ジャックなんか知ってんのかな、この人のこと。あれがクレイグの、え、どんな顔してんの。あれは誰だよ。おいおい、どういうことだ。ないないない、なに、そんなにみんな、はっ、クレイグの素顔、それはアーサーにとって見慣れすぎた人物の顔だった。ジャック・ザ・リッパー、あー、誰かと思った誰かと思った。ジャック・ザ・リッパー、そんな、ジャックこの顔を知っていますか。ふざけるな、ジャック・ザ・リッパーだと。ジャック・ザ・リッパーは処刑されているはずだ我々は死をも乗り越え、なんだって私はその生き証人ですえ、ちょっと悔しいな、ちょっと、まあ、あっけ取られた、俺負けたわこのゲームに。これ負けだな。これはならもう一度地獄に送り返してやる。ジャック・ザ・リッパーだったのか。やれやれ失敗から学ぶということを知らないようですね。なんかあれだ、ローブを取るとあれだな、なんか気持ち悪いな、お前なんかサイズ感がわかんねえ。ローリーが再度クレイグを狙って引き金を引くが、その弾丸がクレイグの体を捉えることはなかった。警官は離れろ、撃て。ローリーの号令により黒服たちが一斉に銃弾を浴びせる。しかし弾丸どれもがクレイグを捉えることはなかった。クレイグは路地を跳ねるように移動し、巧みに人を盾として使って狙いを外し弾丸をかわしていた。言った。ゴッドスピードにロンドン死刑ですか。我々に歯向かった度胸は褒めてあげましょう。だが後悔します。え、これ本当ジャック・ザ・リッパーなのかな。それはこちらのセリフだ。我々を侮辱したことの落とし前をつけてやるいいですね、面白い。クレイグは壁を伝え、縁に手をかけ、瞬く間に屋根へと登り詰める。屋根行くんかい。さらに屋根を伝え、包囲網の中で最も囲いが薄い箇所、最初に警官を切りつけた場所へ着地する。逃走の気配を見せたクレイグに対して、ケイラテと黒服たちは距離を詰めようとする。逃げられると思っているんですか。もちろん捕まえられるとでも思っていたのですか。の、いいね。包囲を挟めて抑え込もうとするケイラテだったが、クレイグの動きは彼らよりも早かった。かろうじてナイフをかわし、捕らえようとし手を伸ばしたものもナイフで切り払われてしまうクソ強いじゃん。俊敏な動作で囲いを突破したクレイグは、そのまま屋根に飛び移り視界から消えていった。逃がしません。逃がせない。待ってくれシャーロット、うん、追うのは危険だ。ですがアーサーの言う通りだ、ケイラ隊の隊長さん。ああ、ここは体勢を立て直すべきだろう。はい、ここでは終わんないと。ここではこのゲームは終わんないと。長えもん。わかりました。もういいよ皆さん、負傷者の手当てと搬送を。もういいじゃん、もう終わろう。もう疲れたよクレイグに。あ、でもこれであれじゃん、ジャックのあれもわかんのか、ジャックが何者なのかっていう。クレイグに切りつけられた者たちの救護が始まった。負傷者に応急処置を施し、病院へ搬送するため馬車が呼ばれる。誰も必要以上に声を発しようとはしない。先ほどの激しい戦闘とは打って変わって、夜の市街地には重苦しい雰囲気が漂っていた。ゴン、無事か。面目ありません。いい、無理はするな。シャロット、奴に切りつけられた人たちは。クソ強かったな。残念ながらゴンザレスの後に切りつけられた警官たちはすでにこと切れていた。クレイグ・ワジェト、あいつがクレイグ、
アーサーは男の名を反すした物腰こそが違うあの顔、そして使う獲物は彼のよく知る人物と瓜二つであった。アーサー、大丈夫ですか？顔色が悪いようですが。そんなにジャック似てるか？いやこれちげえもん、変身前じゃん。いや問題ない。そんなにジャックに似てるか？無理はしないでください。まあ、ヒゲ生えてるもんな、ジャックは。しかしあなたは。シャーロットの困惑した視線はアーサーが抜き放っていたナイフへと注がれていた。そんなものを持ち歩いていたのですか？いつも。いやまあ自己防衛っすよ。護身用だよ。うん、とっさに抜いたが相手の刃を受けただけだ。ナイフは使い手次第で凶器にも頼もしい道具にもなる。ああ、でもあれなんじゃない、僕はこれを決して人を傷つけるために使うつもりはない。多分さ、さっきのさ、クレイグってさ、めちゃくちゃ筋肉あったじゃん。その筋肉のジャックのさ、まあ、俺のアーサーの中にいるジャックのさ、勘はさ、勘とか動きはさ、なんていうの、変わってないけどさ、アーサーの体だからさ、一歩及ばないんじゃないの。ジャックのもっと筋力があればクレイグを倒したのかもしんないけど、アーサーの体だから一歩及ばなかったのかなっていう思うよな。シャーロットはしばし逡巡していたが、やがて表情を引き締め大きくうなずいた。信じますよ、今回はあなたに助けられたようなものです。はい。人を必要以上に害する意図がないならば問題ありません。はい。ああありがとう。だがあいつクレイグ・ワジェと、奴の振るう刃には明確な殺意があった。一体何者なんだ。知ってるよな、でもジャックもあのあいつはって言ったもんな。やろう、いや俺様、どういうことだクソ。考えたってわからねえ、大した情報もないまま逃がしたのは痛かったな。なんか複雑だね。なんかでもジャックと思われる、でもジャック・ザ・リッパーなのよ多分これ。後ろにいるのはアーサーの後ろにいるのはアーサー。やはり調子が悪そうですね。あとは任せて少し休んでください。ジャックの体が残ってんじゃないの。ジャックの体に何かが映ってクレイグになったんじゃないの。ジャックの魂の方はアーサーにいたけど、ジャックの体の方はまた誰かが映ったんじゃないの。すまない、そうさせてもらうよ。それだったらあれじゃん、あいつはってジャックがなるのもわかるしさ、多分ジャックの体が残ってたんじゃないの。俺はそうと見たね。ジャックの魂はアーサーに行ったけど、ジャックの体は誰かのとこに行ったんじゃない。アーサーはシャーロットとローリーの勧めもあり、探偵事務所に戻り体を休めていた。クレイグによって蹴り飛ばされた体は未だ鈍いと鋭いってなんだっけ、お漢字やべえ、鈍いだよな。痛むがアーサーの気分を沈ませるのは胸の痛みではない。ジャック・ザ・リッパーと振り二つの顔を持つ男の出現、その正体そのものであった。ジャック、教えてくれ、やつはクレイグはジャック・ザ・リッパーなのか。はだとすれば何が目的だ。お前は一体何者なんだ。待て待て、俺にもわからねえんだ。ほらほらほら、なんだって俺様の体が動いてグリーンメイスンの狩猟なんかをやってるんだ。ほらほらほら、やっぱそうじゃん、もうビンゴじゃん、やっぱ俺の勘は鋭いんだわ。てか久々にこのカット見たな、なんかパート1ぐらいで見た気がするな。そもそも俺様、ジャック・ザ・リッパーは処刑されたはずだろう。どうしたって生きちゃいないはずだ。やっぱ魂はアーサーに言ったんだけど、だからアーサーの体だから間に合わなかったんだな。どんな状況だったんだ。広場の暴動が原因で処刑は中止になったはずだ。非公開で処刑されたジャック・ザ・リッパーの最後は。ああ、広場での悶着は覚えてるぜ。その後は警官隊に引っ張られて馬車に乗せられた。んで何か薬を嗅がされて。ジャックは考え込むように顎をすり頭をひねる。
幾度も会話を交わし、共に考え、いくつもの危機を共に脱した相手だ。アーサー自身にとってもはや真剣に考え込むジャックが、己の妄想や幻覚の産物だとは考えにくかった。意識は朦朧としてだが、屋内にいた。部屋だ。覚えてんのお前。手狭な感じの。すげえな。僕の知らない情報。こいつは紛れもなく、僕の妄想や幻覚じゃない。だとすると、じゃああいつの体になんか別の魂が。アーサーはソファーから立ち上がり、コートを羽織る。これからどこへ向かうのか、ジャックもまた同じ結論に至ったのか、あえて聞くようなことはしなかった。どこに行くの？俺分かってないよ。は？おや？アーサー君。なんか知ってんのかな、ウォルター。夜半を過ぎたし、まあ怪しかったけどな、ウォルター。大概怪しかったよな。夜半を過ぎた診療所の扉を開けたのはウォルターであった。時刻か時刻だ。ソフィーはすでに眠りについているのだろう。ウォルター先生、夜分に失礼します。ジャック・ザ・リッパーに会いました。構わないよ。ただソフィーが寝ていてね、起こすといけない。診察室へ来てくれ。悔しいけどちょっと面白いな。悔しいけどちょっとなんか悪気に取られたな、ジャック・ザ・リッパーっていうゲームに。ええ、そういう展開かっていう。こんな遅くに一体どんな要件かな。うん、相談があります。ジャック・ザ・リッパーの件です。ジャック・ザ・リッパーか。君の幻覚について変化が見られたのかな。以前に先生はおっしゃいましたね。臓器移植を行った場合、臓器提供者の体験が移植者に現れることがあると。ああ、そっか。だからジャック・ザ・リッパーの臓器だけがアーサーに行ったのか。ジャック・ザ・リッパーの体複雑だな。魂とかじゃなかったわ。そうか、ジャック・ザ・リッパーの臓器はアーサーにいたけど、ジャック・ザ・リッパーの体残ってた。なんか誰か別の臓器が行ったんだ。僕に移植された心臓の持ち主は処刑された殺人鬼、ジャック・ザ・リッパー。そうでしょう。うん、まあそうだよな。アーサーは前々から自身に移植された心臓が誰のものだったのかという疑問を持っていた。ウォルターがぼかしながらもたびたび口にする移植用の心臓というのは一体どこから手に入れたものなのか。アーサーが独自に調べた限りでは、2年前の事故当時、公開処刑場での暴動を除いて大きな事件や事故は発生していなかった。もちろん自身の他にも暴動に巻き込まれて死亡した人物が数名存在することは知っていた。しかしジャック・ザ・リッパーの幻覚や人格が現れるほど関係の強い人物となると、移植された心臓の持ち主はジャック・ザ・リッパー本人としか考えられなかった。ああ、そうだ。見立ての通り、君の心臓はあのジャック・ザ・リッパーから摘出したものだ。先生、言ってよそれ。先生、遅いよ、幻覚っつって。ウォルターははっきりとアーサーの問いに答えた。薄明かりの中でも表情が全く動かないことが見て取れる。なぜ今まで言ってくれなかったんです。先生、尋ねたことだってあったはずです。言ってよ先生。移植患者に臓器提供者の情報を伝えたところで。確かにごめんなさい先生。一体何が変わるというのだね。先生ごめん。無用な混乱や罪悪感を与えるだけだろ。確かにジャック・ザ・リッパーの心臓なんか嫌だってね。確か死ぬかもしんないもんな。それに私は正規の申請を通し、君への心臓移植手術を行った。何か問題があるなら教えてほしいくらいだよ。うん、では僕の幻覚は本当にジャック・ザ・リッパーのものだと。そういうことになる。君もうすうす感づいていたのではないかね。うん、だからこそ今私に問いただしに来た。先生、あなたという人は。ちょっと切れてんじゃん。落ち着きたまえアーサー君。君の身に起きたのは臓器移植による他者の意識の現れだ。信じられるかね。まあ言えない理由も分かるっちゃ分かるけどね。さっき言ってたけど先生が。未だ臓器移植手術の成功例は少ない。うん、その中でも複数件の報告が上がっている臓器提供者の意識が発現するという症例。うん、聞いた当初は私も疑問視していたよ。実に不可思議、オカルトめいているね。だが事実としてあるのだ。移植手術によって体の一部が置き換わった後、
そのものの趣味趣向が少なからず変わってしまう。手術時の臨死体験による精神錯乱か、本人の意識や無意識による妄想の産物か、はたまた本当に元の体の持ち主の意識なのか、極めて難解で特異な症状だ。しかし研究を進め、必ず解明する必要がある。確かに先生がそこまで心臓移植に固執するのはソフィーのためですか。あんま触れんなって。あさ、そうだ、はい、そうでしたか。ソフィーのことはすいませんでした。以前に話したね。はい、生まれつき心臓に病を持つ彼女に残された道は心臓移植しかない、うん、だが仮に移植手術が成功したところで他者の意識が混在してもらっては困るんだ。まあ確かに。アーサー君、私が担当した移植手術の成功例、君のような存在は極めて貴重だ。症状には個人的に興味があると言っただろう。まあ、クレイジーかなと思ったけど、まあその背景を考えるとまあ確かに。君を手元に置き、ずっと様子を観察していた。当初は問題ないかと思われたが、何かをきっかけにして他者の意識が発言した。教えてくれ、本当に君はアーサー・ヒューイットなのかね。いや、それはアーサーですよ。僕は間違いなくアーサーですよ。それはさすがにそうですよ。今までの選択も全て僕自身の選択です。まあまあ、アーサーっていうよりも俺なんだけど、まあ俺自身の選択だけど複雑だな。は、怖っ。素晴らしい。怖っ、急にどうした、降りた。怖っ、顔怖っ、お前ホラーゲームかと思った今。失礼の返答にウォルターは感極まったように身を震わせた。実に素晴らしい。今の君は最高の研究対象だよ。やっぱちょっとマッドサイエンティスト的なとこあるなと思ったけど、心臓移植による別人格の発露だが、その制服が見事になされている。次はその不可思議な現象の発生原因と克服方法の解明だ。まあそれが分かればそうだよね、ソフィーも救えるからね。今の君の状態がどれだけ素晴らしいことか、どれほどの価値があるか分かっているのかね。急に怖いじゃん、まともな話できない人じゃん。じいさんは喜んでるがよ、言いたいことはつまり何。僕は先生にとってソフィーの心臓移植手術のための実験台だったと。まあまあそうだよな。経過を観察して研究対象として見ていた。いや、まあまあ結果論じゃない。でもそれは別に、だってアーサーがさ、心臓にさ、めちゃくちゃさダメージ食らってさ、その結果まあ命を救おうっていう意識のもとやったんだったら、別にそんなに結果論じゃない。あえてひどい言い方をするならそうだ。しかも別にまあソフィーのことをちゃんと思ってるっていうさ、まあ、そこはまあお父さんっていうか、まあで親の背景もわかるから、別にそんな。先生、あなたには医療に携わる者としての倫理観が欠如しています。ちょっと遅いけどな、まあちょっと薄々思ったけど、俺もうちょっと最高っぽいなって。アーサー君、何を起こることがある。私は愛する娘をソフィーを救いたいのだ。そのためにあらゆる手を尽くすのは当然だろう。だ、そのさ、エピソードはともかくさ、その君はさ、ジャックの体から心臓を取ったわけじゃん。そのジャックの体がどこに行ったのか教えてよ。ジャックの体がどこに行ったのか教えてくれれば、あいつが一体誰なのかもわかるからさ、そっちを教えてよ。何そこで盛り上がってんの、二人とも。倫理観、うん、人として。そこで盛り上がんなよ。尊き人命の前ではそのような綺麗事何の価値もないよ。まあ確かに。それがだって、そこで人を救おう、まあ実験台としてやったかわかんないけどさ、まあ、結果としてアーサー命救われてんだからさ、そんなにおかしいことじゃないと思うけどな、俺は。アーサーの球団にようやくウォルターは表情を変えた。余裕の笑みを塗りつぶしたのは静かな怒りだった。愛しい者が死にゆく時、ただ黙って見ているなどできると思うかね。何としてでも救いたい、そう考えるのでは。まあまあまあ確かに。それは
あるものは言った。諦めろと。運命を変えることはできないと。それが定めだと。まあどうしようかな。もうここから多分エピソード結構長引いちゃうし、現状時間も時間だからここで切るわ一旦。多分これすぐ終わんないからこの話は。じゃあ一旦切ります。じゃあ出した。